春、桜前線の北上とともに沖鶴氏たちの心は色めき立つ。長い越冬生活を終えたマダイが産卵に適した浅場へと接岸し、体力をつけるため貪欲に餌を捕食するからだ。このマダイの行動を釣り師たちはのっこみと呼び、四季を通して最も美しく食味に富むこの季節のマダイを桜鯛と称し珍重してきた。また大物に出会えるチャンスが高いのもこののっこみの季節の特徴だ。今回のっこみの桜鯛を狙うのは熱血サッカー解説でおなじみ、当番組3度目の登場となる松木安太郎さん。同行するのは年間を通してマダイ釣りに精通する永井雄作さん。駒瀬町方で春の大型マダイを狙う。御前崎、静岡県の最南端に位置するこの岬は、東に駿河湾、西に遠州灘を望み、観光やサーフィンの名所としても知られている。漁場がしけることも多く、ハードなエリアであるにもかかわらず、特に春の季節、釣り師たちはこぞってこの地に押しかける。3月下旬、暗闇に包まれる早朝5時半、港にはすでに永井さんとマダイ釣り5回目となる坂本の姿があった。さあ今日は松木安太郎タイ釣りに挑戦です。夜はお頭付きのタイということで、頑張って勝負していきます。はい、おはようございます。あ、おはようございます。松木です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。朝の時間帯が勝負とのことで、挨拶もそこそこに船は港を後にする。関東圏で最も早くのっこみシーズンが到来する御前崎沖。重吉丸船長の小野田さんが舵を取ったのは一級ポイント重り。マダイのコマセ釣りはコマセを詰めた尾紙を船長が指示する水深まで沈め、そのコマセに仕掛けを同調させる釣り。15メートルという長いハリスを使用するため、その扱いが一つ目の難関となる。この日はあいにくの荒れ模様。船酔いに耐えながら一つ一つの動作を確認していく松木さん。これ今ね40でしょ、棚がね、あの上40だから30メートル上持ってるわけですよ。だからマダイっていうのは上に餌があると追っかけてくる習性を持ってるんですよ。だからそれを利用して釣ってるんですよ、船長が。そこまで上げて、俺来た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 、手これ持って持って、上がってない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 、ゆっくりゆっくり今見たら来たでしょ、分かるでしょ、来た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 、はい、ゆっくりゆっくりゆっくり、まあ、慌てないですか、慌てないで、そうですよ、それで巻いてればいいです、ゆっくり巻いてればいいです。このままでいいんですね。そう、いいですいいですいいです。違うものだったりしたな。いやいや、タイです。開始2投目でいきなりの当たり、はい、これが本当にマダイの引きなのかと半信半疑の松木さんだが、これ浮いてきますよ浮いてきますよ、タイが浮いてきますよ。ほらほら、来たでしょ、来た来た来た、やったー、やりましたね。やりました、おー、いやー、上がってきたのは春を彩る美しい桜鯛。いや、綺麗なね、綺麗でしょ、
綺麗だね、はい、ここにほら黒い線があるよ、はいはい、これがマダイなんですね。ああなるほど。それでこうちょノッコミっていうのはちょっと黒みがかってきてるんですよ。ああなるほどね、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。ちょうど酔い始めてきてるところだからねよかったよ。もうお手洗いは行きたいわ、気持ちは悪いわ、もうそういう時に限ってタイは釣れるわね。もう何が何だかよくわからないって。それでも釣りを断念することはなく、船に身を預け竿先の一点を見つめ続ける松木さん。来た。これでかいよ、でかいよ、これでかい、でかいよ、さっきよりでかい。さあ、2匹目ですよ。まあ、2匹目のタイかじゃあ、やりましたね。お頭付きの焼き物と焼き物、はい、ちょっと、お頭付きはでかいじゃない。浮いてくるよ、タイだから、ポコンって。お、早く。ほら、このね、感触はね、やっぱり波が強いせいか、そんなにないんだけど、この辺からね、ああ、来てるね、来てるね。浮いてくるからね。あの、マダイって10メートルぐらいから浮いてくるんですよ。ああ、ほんとだ。ああ、来た。あ、綺麗。綺麗だね。ほら、さっきと同じぐらいかな。同じぐらい、ちょっとちっちゃめだかな。小ぶりかな。まあ、タイはタイですから。タイはタイだ、はい、おお、わあ、今度は綺麗なタイ。綺麗ですね、はい、ですから僕生まれて初めてだからね、タイなんか。あ、タイ釣ったの初めてですか。するの。生まれてこれ2回目ですよ、これ。天然ですから、天然。天然だもんね。もうなんか、ほっといてくれって言われましたからね、慣れたから。いいですね、ちょっと見てみましょうね。長く置いて、はい、置き竿の方が、はい、竿がこうバランスよく できてるから、このバランスで、はい、意外とあの置き竿の方がこう勝手に誘ってくれるから。あ、この波と一緒に、うん、それとコマセがこうパラパラって一気にどんどん出ないんでパラパラって出てくれるから、はい、意外とそれの方がいいから。いいですね。竿が食わしてくれる竿だから。うん、食ってくれる竿だから。おいい感じで誘ってくれてますよ、波が。松木さんに先を越され、焦りを隠せない坂本。竿を握る手にもついつい力が入ってしまうようだ。ちょっと餌1匹だったんですけど2匹に変えます。あっち2匹で当たったんで、もう一緒にしていった方がいいですよね。全然食ってないですもんね。これ食ってないですね。開始早々2枚のマダイを仕留めた松木さん。餌をかじられた形跡も見受けられない坂本。ここまで明暗が分かれるのもマダイ釣りの面白いところ。とりあえず当たりが出てほしい。そろそろ食い頃。あ、今ですか？食いどころ？嘘。永井さん、これ当たりが全くない場合、うん、今何分ぐらい待てばいいですか？あ、来た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 、ほらほら。うわ、嘘、ね、ちょっと待って、私ちょっと。ゆっくり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 。追いすがろうとする坂本を横目に、三度松木さんに確かな手応え。それまでとは比べ物にならないずっしりとした当たり。だいたい食う時間帯、ゆっくりやってくださいね。すごい、さっきよりすごいですよ。さっきよりでかい。ほら、糸が出てくる。さっき出ないですか？あと何メートルですか？こんなもん。あ、5メートルです。はい、大丈夫です、大丈夫です。
もう浮いてきますから。ほら、いた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 。ほら、でかいよこれ。あ、あ、ほら、来た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 。いやあ、同じぐらいか、もうちょっとでかいねこれ、はい、これちょっといいやさ、でかいでかいでかいよこれ、でかい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 、うわー、よっしゃったー、ほら、でけえよこれ、でけえ、これでけえよ、これ大変だよこれ、あ、大変だ大変だ。ドラグを滑らせながら上がってきたのは4キロに迫ろうかという桜台。タイだね、タイだね、いやー、松木さん、このぐらいだといいでしょ。これ待て、でかすぎるな俺にしちゃでかいね。だからこれ天然ですよ。天然だよな、うん、俺もよく天然って言われるけど、あ、それ意味が違います。あ、違うの、はい、そうなの。抱き合わせ、行けました。これで釣れるはず。松木さんに習い、置き竿でじっくりと狙う坂本。その表情は真剣そのもの。三軒丸見てください、三軒丸。これ、これは全部タイで。これ全部タイですか？これは自分で取る。これ食った。はい、何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 。ゆっくりゆっくり、ゆっくり。びっくりした。ゆっくりゆっくり。びっくりした、今。あ、来てますね。ゆっくりゆっくりゆっくり。ゆっくりゆっくり。うん、引いてるときは巻かない、引いてるときは巻かない、はい、最初はね、はい、はい、竿を持って、竿を持って外して、そう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 、体をつけて、おぉ、びっくりした、うわー、引いてますね、優しく、よし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 、引いてる、引いてます、引いてます、やったやったー。中間ぐらい、もうちょっと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 、はい、いいよ、はい、それで、あと 10m だよ、ドキドキしますね。よし、あ、引きが弱くなってきました、だんだん。そう、もう浮いてくるから、何 m、 はい、あと 7m、6m、 あ、じゃあね、もう浮いてくるから、おぉ、よし、来たよ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 、どんな子、どんな子ですか、よし、あ、来たー、来たー、やったー、やったー、やったー、綺麗ですね。我慢の末に手にした待望の一枚。この美しさにしばし我を忘れる。私って綺麗って言ってんじゃん。私って綺麗、綺麗だよしかし余韻に浸る間もなく、松木さんの竿が絞り込まれる。やっぱさっきのが大きかった感じだな。そうでしょ、こう上がって、上げてきてもね、そうですね、上がりますよね。おぉ、4枚目、おぉ、4枚目、間髪入れず4枚のマダイを手にした松木さんに感化され、永井さんもついに竿を出す。これは小汗なんですよ。で、小汗から40で合わせてるんで、小汗からこれが60の下にこのボツボツってあるのが、これが、マダイですね。これでかいな。なんか頑張ってください。俺ももうそろそろ一人前になったかな。俺も早いですね、一人前になる。すごいよ、すごい、ビリビリ言ってるよ。あ、本当ですね。ほらほら来てるね、これ効いてますね。来てるね。おお、来てる来てる来てる。なんか楽しそうだね、一人で、おっと、ピピピピピ言うよ、これピピピピ言うときはもう来てるよ。でかいでかい大丈夫、出たり入ったりしてるんで大丈夫顔が、顔がファイト、タイちゃん待っててよ。うわ、これすごいよ、これすごそう、もう見ててわかります。これすごいぞ、これしなりがもうすごい。はい、カチッと言いました。はい、いいですよ。あともう浮いてくるだけだから。あ、どうかな。さて、ボコン来るよ。ボコン来ますか。ボコン来るよ。あ、これ来てるよ、これ来てるよ来てるよ、これ来てるよ、来てるよ、ほら来てるよ、ほらもう手際も良くなってた。ほらもう、最後の爪ですよ。はい、
ねえ、爪が大事ですね、あの走りで。おおー、でっけえこれ、でっけえこれ、でっけえ、いやー、俺ぐらいあるよ、俺ぐらい、いやすごい、いや動く動く、5枚目ですよ、5枚目。いや、いい顔してるね、今日は。うん。いや、これでかいよ、これ。でかいですよ。でかい、これ。うわー、でかい、でかい。まさに圧巻の1枚。4キロを超える大台を手にした。え、嘘。また来ましたよ。あー。来てるんだ。ちょっとでもさっきより小ぶりだな。あ、小ぶりですか。うん、どこ行った。おお、キャッチー。はい。取りました。マツキさんが。いやー、ちょっと小ぶりだけどね。まあいいかな。それ言いたいです。私もまあいいかなって。まあさっきのが大きかったから余計にね。あれですけど、まあ形もいいしね。恐るべし御前崎。初めてでしょ、だって悔しいですよね。もう絶対大きいの見せてやろうと思います。しかしそんな思いとは裏腹に天候はさらに悪化。船長から起き上がりの指示が。松木さん、終わりですよ。え、終わりです。終わりですか。松木さん、終わりです。終わり、はい、まだまだまだ船長言った終わりって。船長終わりって言いました。言った、終わりですか。あれ、来た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 、え、来た来た、今ね、俺ね40と30間違えてね、30でずっとやっててね、聞いて、はい、彼女に聞いたら、え、43ですって言うから、はい、じゃあ、あ、間違えたと思ってあげてたら、はい、来たんですねと思う。おお、あ、引いてますね。これまたピピ言ったからね。あ、嘘。あ、じゃあ大きいんですね、うん、ちょっと大きめでも、この巻いてる間にピピ言ってないから、あ、今日最後の当たりかもしれないから、はい、まあ、じっくりとこの時間を楽しんじゃおうかな。あ、タイだ、タイ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 だね、タイ、タイ、ほら、結構大きめじゃない、これ。大きい、大きい。あ、ほらほら、おー、よっしゃー、しゃー、ほら、結構でかいよ、これ、でかいよ、でかいよ。いや、しかも俺、全部つけたんだもん、餌も何も。あー、そうだよね。私、あの、本当に悔しいです。悔しい。はい。まあ、そういう気持ちを一度味わわないとやっぱりダメなんだよな、釣りはな。もう、しかも最後のね、はい、この時間のないのがロスタイムで俺がもう1点取ったようなもんだよ。しかももうなんだろうね、アクロバチックなこういうシュートでさ。だって船長終わりって言ってましたもん。終わりって言ったんだよね、だから、はい、終わりって言ったところから勝負が始まるんだ。分かってないな。かっこいいです。絵に描いたような美しいマダイに満面の笑み。釣りの後は松木さんお待ちかね、自分で釣った鯛を食べる。お刺身。綺麗だね、これ。いやー、プリプリやね。これ。プリプリだな、これ。うまいね。うん。うまい。甘い。甘い。うん。甘いね、これ。甘い。気をつけてからくださいよ、交通事故起こさないように。もう今日僕はねこれだけ7匹釣っちゃったら、なんか運が使える果たして。いやいやいや、僕は結構ね、あの平常心でやってました、うん、あの慣れてやってましたんでね時にはこう気分が悪くなってちょっと離れてる間にハッと見ると来るんですね。だからやっぱり僕が苦しい思いをすればするほど、タイは僕の気持ちを分かったという。おー、翌朝、永井さんと坂本は大型マダイに胸を馳せ、再び御前崎沖を目指す。まあ昨日はね、なんか釣ってもらったんで嬉しいなと思ってるんですけど、やっぱあのぐらいの釣りはしたいねっていう思ってますね。まあ松木さんが4キロぐらいだったんで8キロで
倍の8キロ狙っていきたいと思います。はい、始めてください。スタート。餌に変化を与えてやる、臆病であんまり誘いをかけない、このままこう手に持ってるんですけど、こういう風にやるのも変化なんですよ、竿を寝かすだけでも。こう元に戻す、これも変化なんですよ。で、少しこうやって上へ誘い込む、これも変化なんですよ。これのもう激しくしない、ゆっくりゆっくりやるっていう誘いを今日はやってみたいと思います。それからある程度、あ、来た来た来た、一投目で来たよ、よしいいぞ、やったお、上がってこないな、なかなか、いやまず慎重にね、朝のうち1投目ですから。はい、もう上がってきます。よし、来た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 、いやー大きい、よしよし、来た来た、イエーイ。開始1投目、狙い通りの価値ある1枚だ。はい、結構ほら、のっこみの色ですね。僕今日本針使ってるんで、餌ってさ、目立てば、要するに上に上がってきて習性持ってるわけだから、日本針で一本は餌がもう一個目立ってれば上がってくる確率は高いじゃないですか。だからそういう目的のコマセ針としても使ってるのと、あと棚の見極め方、ほら、タイですよ。上張りに食ってるってことは、もう少し上げていいってことじゃないですか。こういうのに結局枝張りを使ってるんですよ。マダイ釣りは棚取りが肝心。わずかな水深の変化を見逃さず、臨機応変に対応していく。するとすぐに答えが出た。今日はちょっと楽しませてもらいますよ。やっぱり僕が朝言ってた通り、なんかこうじっくり、もう落ち着かせて、あんまり誘いをかけないで待ってるのが正解ですよね。もうこうなるとマダイってある程度来ると、来た、よー、重いよ、いい、ダブルダブル、待ってない、来たよ、ちょっと今度はでかいじゃん、でかい、大きそうじゃん、頑張れね、あと5メーターです、もうちょっと、よいしょ、ちょっと行った、あ、重い、上がってきた、おいしょー、来ましたね、おいしょ、もうちょっともうちょっともうちょっと、おいしょ、はい、ありがとうございます、やったーやったやった、大きいの釣れました。長井さん、私も釣れました。僕も釣れたもんね、イエーイ、ダブルヒット、ダブルヒット、最後は仲良く2人揃って海に訪れた春を堪能。この出会い、そして自然の恵みに感謝。いや嬉しい。いや嬉しいね。でもようやくこうマダイって呼べるような子が来ました。私なんか楽しいんだ、やっぱり楽しいですね。例年にない寒波に見舞われたこの冬、しかし春は必ず訪れる。その春を
水面に浮かび上がる一輪の桜に感じる。そんな釣り人たちを魅了してやまない一期一会の喜び。春のマダイ釣りはこれからが本番だ。今回使用した竿はこの春発売された三好リミテッド30-300です。この竿はグラスでできていますけども、大体マダイ竿っていうのは僕ら好みで、柔らかさ、しなり、それから波をかわしてくれる、こういう竿が魚を食わせる竿ってイメージを持ってるんですね。ただグラスの欠点はねじるとブレ、魚が寄せづらい、コマセが振りづらい。その欠点をカーボン繊維の WX 構造がカバーしています。実際この竿を使ってみると、コマセを振り出すにも、それから魚を溜めるにもブレない。竿がね、こう溜めてくれるんでね、ここで楽ですね。ガチッと魚を寄せつけてくれる、向こうから魚が来る感じがしますね。だからここの針、この針があるために、ここで魚を寄せてくれる構造になってます。いろいろ竿に関わってきましたけども、この竿がもう最高じゃないかと、今までの集大成でここまで出来上がったんじゃないのかなって、そんな感じがします。